強力な戦車は陸戦の王者だが、大きく重すぎるため小回りが効かない。町を守り土地を守る主役は昔も今も生身の歩兵、普通科部隊である。ただし現代の歩兵は昔のように小銃や手榴弾だけで戦うわけではない。携行ロケット弾や対戦車ミサイル、さまざまな通信装備も使いこなすプロフェッショナルな戦士なのだ。現代の歩兵は自動車や装甲車によって素早く移動し戦うことが求められている。陸上自衛隊の普通科部隊にも多くの装甲車が配備されている。中でも最も強力なのが89式装甲戦闘車だ。約26トンの大きな車体に3人の乗員と7人の兵員が登場。武装に 35mm 機関砲と大型対戦車ミサイルを装備し、敵に強力な射撃を浴びせることができる。特に砲塔の両脇に搭載した7級式対戦車ミサイルは遠くの戦車を攻撃できる。加えてこのミサイルは戦車だけではなく上陸してくる敵の船も攻撃が可能だ。89式装甲戦闘車は主に北海道第7師団に配備され、戦車と一緒に戦う普通科部隊の切り札である。第7師団以外には96式装輪装甲車が配備されている。この装甲車はキャタピラではなくタイヤで走るので長距離を素早く移動が可能。乗員以外に8人が搭乗でき、兵員を戦場まで安全に運ぶことができる。もちろん装甲車自身にも重機関銃や40ミリ自動敵弾銃を搭載、火力支援を行うこともできる。20年前の冷戦時代では戦車と大型装甲車を中心とした機械化歩兵が世界中の軍隊で中心だった。しかし現在の世界では素早く展開できる機動力が求められている。そこで登場したのがこの軽装甲機動車である。4人乗りのコンパクトな装甲車はヘリコプターで空輸できるほか、地上でも軽快な走りで戦場を縦横無尽に移動し、きめ細かい戦闘が可能。武器は搭載していないが、
上部のハッチから様々な武器を使うことができる。特に新型のマルヒト式対戦車ミサイルは一人で使える上に目標を自動的に追尾する。これまでの対戦車ミサイルは撃った後も照準器で目標を狙い続けないと命中しないので不便であった。しかしマルヒト式対戦車ミサイルは撃ったらすぐに移動ができるので兵員の安全性が極めて高まった。軽装甲機動車とマルヒト式のペアによって日本の普通科部隊は戦車にも十分対抗できる非常に高い戦闘力を手に入れたのだ。また軽装甲機動車は2004年から始まったイラク復興支援にも派遣され、小回りの利く車体を生かしパトロールに活躍した。この他にも普通科部隊は様々な武器を保有。大型の装備として87式中距離対戦車ミサイル、そして世界初の光ファイバーを使った96式多目的ミサイルがある。96式ミサイルは遠く離れた戦車や船を正確に撃破できる強力なミサイルだ。そして忘れてはいけないのが火力支援を行う迫撃砲。自衛隊では分解して人が運べる81ミリ迫撃砲と車で移動する120ミリ迫撃砲の2種類がある。いずれも普通科部隊が最も頼りにする相棒たちである。初弾弾着今今ナポレオンの時代から勝敗の鍵を握り、戦場の神とまで呼ばれているのが大砲を持った砲兵、特科部隊である。普通科部隊の持つ迫撃砲は手軽だが射程距離が短い。より遠くの敵を正確に攻撃できる榴弾砲を装備した特科部隊は陸戦において敵の部隊に砲弾の雨を降らせて前進を食い止める。あるいは敵の陣地を打ち砕いて味方の前進を助ける。戦車の装甲も真上から落下してくる砲弾には耐えられない。大砲の攻撃力は現代でも勝敗の鍵となるのだ。陸上自衛隊最新の大砲は99式自走155ミリ榴弾砲。九九式は重量約40トンに及ぶ大型の自走砲。
デジタル化された照準装置と自動装填装置を搭載した世界トップクラスの能力を持つ自走砲だ。レーダーが発達した現代戦では、砲撃するとすぐに位置がバレ、反撃されてしまう。撃ったらすぐに移動ができる自走砲でないと生き残ることができないのだ。例えば一見普通の大砲に見える155mm 砲 FH70。 この大砲は通常トラックで引かれて移動する。しかし小型のエンジンを搭載しているので、自分で走ることも可能なように作られている。現代戦を戦うには機動力が必要不可欠なのだ。陸上自衛隊ではこの他にも多数の自走砲を保有。最も強力なのが203mm 自走榴弾砲だ。また遠くの敵を攻撃するためにMLRS 多連装ロケットを装備。 MLRS は大型ロケットを12発搭載し、大砲が届かない遠くの敵を一挙に叩くことができる。そして島国である日本を守るためにあるのが88式対艦ミサイルだ。このミサイルは 100km 以上離れた敵の船を攻撃できる上、抜群の命中精度を誇っている。このミサイルがある限り、敵の船は日本へ迂闊に近づくことはできない。陸上自衛隊には特化部隊とは別に、敵の航空機から味方を守る高射特化部隊がある。主な装備は対空ミサイルである。現在最新鋭の丸3式中距離ミサイル、その内側を守る81式短距離ミサイル、そしてさらに近づいた敵機を迎撃する93式近距離ミサイルと3段構えの防空網を構築している。丸3式をはじめとした国産ミサイルは、日本の優秀な電子技術を使い、世界でも最高レベルにあると言われている。このほか北海道の部隊には87式自走高射砲も装備。 35mm 機関砲の強力な火力で戦車部隊を空の攻撃から守っている。